はようございます、やんちゃです。2023年2月27日月曜日の朝です。タイマー15分、15分のタイマーを作成しました、はい、カウントダウンを開始します。お願いします。そしてブラック、はい、さてと、まず腕立て15回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、3、4、5、よいしょ。タイマー2分15秒。ふう。15秒のタイマーを設定。今日のプランク。天気は晴れ。今日最高13度、最低4度。最低4度か。それにしては今朝寒かったんですけどね。今5度か。まだ最低に近い気温か。でもまあ、日が当たってるからかなり暖かいですね。はい。で、明日がすごくて、明日最高18度、最低3度。で、明後日は最高19度。ほう。もう今週はかなり春だなっていう実感ができる週になりそうですね。はぁ。まあもう3月になりますからね。今週からね。ぐお。きつい。長官、次世代車特許、アマゾンが首位。え、そうなの。へえ、意外。米テック大手5社の自動車の次世代技術関連特許を分析。出願数でアマゾンドットコム。ほう、なるほど。次がアルファベットでマイクロソフト、アップル。へえ、そうなんだ。あと何かな。複数の仮想空間、往来自由。ほう。なんだこれ。国内の金融機関や IT 企業10社が2023年度内に本人認証やデータ管理などの技術を持ち寄ってメタバースの基盤を作る。はあ。うわぁ。うわぁとか言うな。JCB と3メガバンク、リソナホールディングス。ほう、なるほどね。まあ、頑張ってくれ。うん。きつい。歯が、もう。限界だ。はい。けん玉。よし。やりますか。タイマー2分。タイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。さて、今日はどうですかね。なんか昨日7回ぐらい失敗してた気がする。ちょっといくらなんでも、いくら集中が、いくら集中が切れて、なんか途中でやる気がなくなったとしても7回はないですね。とは言いながら、もう今日は早速1回か。なんか最初の1回目で失敗することとか結構あるからな。もうちょっと何ですかね。失敗は許されないみたいな、厳かな雰囲気でやり始めるべきなんですかね、もしかして。はあ。あと、足これ、普段、けん玉コーナーを収録し始めるときって、別にあの、けん玉のウォーミングアップとか全くしてないので、朝起き抜けに、一発目のけん玉なんですよね。だから、多少はウォーミングアップをしてから、
望んだ方がいい可能性はありますね。はい。ただな、そうするとまたその全体の収録時間が伸びちゃうからな。特に平日とかだとね、それがその日の予定に影響しちゃうから。今日なんか調子良くないですかとか言ってるとやばいんだけど、はなんかこのすごいロングコンボが決まっている時ほど、お、なった。今日は1回の失敗で済みましたね。そうなると最初の1回の失敗が悔やまれるわけですよね。あれで失敗してなければなんかフルコンボだったわけですよね。よし、今日のフリケン占い占いにするな。ほっグエよっ。あれなんか調子悪いな。ちょっと落ち着こう。へぇ、0分の2、ちげえな。0分の2はエラーですね。2分の0。ほっ、あ、今なんか違う技になってたよね。これになってたよね。3分の0。よっ。よしよし、4分の1。なんかあれだな。こうやった時に離れてくれない。やっぱここが、毛羽立ってんのが問題なのかな。ちょっと、やっぱヤスリをやるか。ほっ。よし、5分の2。よっ。あ、惜しい。6分の2。はっ。7分の2。ちょっと待て。こうやって連続でやんのやめよう。連続でやると精度が下がる。へぇ。ほっ。ぐぅ。8分の2。やばいやばいやばい。よっ。ああ、8。9分の3。よし。地球回し成功。地球回しが成功するだけでもなんか、いいですよね。へぇ。ラスト。10分の3になるか4になるかの、はい、よっ、よしよし、10分の4、はい、いいでしょう。まあいいでしょう、はい、10分の4ね、悪くないよ、4は。よっと、は、あーダメか、なんか今肝心なとこで風が、ほ、よいしょ、は、よしよし、オッケー、来週。はい、さてと何の話からしようかなという感じなんですけど、とりあえず昨日おとといとお騒がせして、お騒がせしたわけではないか勝手に騒いでたんですけど、私が FX30 のファームウェアアップデートをした結果、なんかスマホとペアリングができなくなったとか言ってギャーギャー騒いでたと思うんですけど、なんかね解決しました。なんかペアリングできませんでしたっていうエラーは出てたんですよ。で、出てたところになんか注意書きが出てて、あのスマホ側の Bluetooth 接続機器一覧からあの FX30 を削除してからもう一回やり直してくれって書いてあったんですよね。で、それ通りにしてたんですけど、ダメで。で、なんかおかしいな、おかしいなって思ってたんですけど、なんか、さらに注意書きの2個目があって、FX30 側にある iPhone の Bluetooth のペアリングの、なんか登録を一回削除してからやり直せって書いてあったんですね。それをわし見落としてたみたいで、それを削除してもう一回ペアリングし直したら、いけました。あのよく読めっていう話でしたね。はい、すいません。そんなことじゃないかなとは思ってましたけど。よかった、ソニーに連絡しなくて。ソニーの手を煩わせなくて。ね、サポートに連絡したらね、そのカメラ側の iPhone の Bluetooth
接続機器設定の削除はされましたかって言われて、え、なんですかそれみたいな、なんか微妙な空気になってしまうところでしたね今日あの月曜日になってね連絡してたら、はあ、よかった昨日おとといが土日で、そしてソニーのサポートがホワイトでいやー助かったわ。はい、というわけで昨日ですね、若洲海浜公園というところに散歩に行ってきたので、そのレポートしますか。どれかな、これかな、はい、よいしょ、あ、やば、なんか、よいしょ、うわ何これなんか変な表示になってる、このなんか変な表示になってるそうあれが出てる、なんかトーンマッピングが出てる。これを出さないようにするにはどうしたらいいんだ。チャンネル、これレンジチェックっていうやつだよな多分。やばい、これの消し方がわからん。右クリックで消せねえかな。波形が消せないんだが波形が困ったな。いやまだあのファイナルカットプロがね使いこなせないっていう問題がある。まあいっか、この小さい画面でなんとか頑張っていくか。よいしょ、できるだけ広げてと。はい、じゃあいきますよ、はい、3、2、1、プッシュプッシュこれが若洲海浜公園ですね。なんかね釣り人がいっぱいいましたね。でなんか竿とか餌とかも売店があって、あの竿は借りられたりとか餌は買えたりとか、だから手ぶらで行っても釣りができるっていう、なかなかちょっとした釣り堀みたいな、釣り堀ではないんですけどこれがこの東京ゲートブリッジの、まあ、根元にある公園ですよね。だからあの何瀬戸大橋でいうと瀬戸大橋記念公園的な位置づけかどうか分かりませんけど位置ですね、根元にある公園で、これなかなか景色がね良かったですあと結構歩きがいがある公園ですね。これ自体があのほぼ中がゴルフ場になってるんですけど、一応ゴルフ場利用者じゃなくても周囲を歩くことはできるので、とりあえず一周しましたけど、このね岩がゴロゴロしてるところに降りられるんですけど、結構なんて言うんですか、怖いそのカメラを片手に降りていくのはなかなか怖いですね。両手が空いてれば、あとちゃんとゴム底の靴を履いていればなんてことはないですけどね、うん、ここなかなか子供連れとかもいっぱいいて楽しいところでしたね。この東京ゲートブリッジがねまあよく見えるここはまあ私はバイクで行ったんですけど、行こうと思ったら多分新木場とかからあのバスが出てると思うんで、交通機関で行きたい人はバスで行けると思います。はい、ね、海がねよく見える。まあ昨日とてもいい天気だったっていうのもね救われましたけど、はい、なんかね自転車も借りられるみたいだから、こうやってなんか2人乗り自転車とかで走ってる人たちはみんなこの
若洲海浜公園で借りた自転車でぐるぐる回ってたよ。はい、船がね見えますよ。遠くに見えるこの観覧車はあれですね、葛西臨海公園の観覧車ですね。はい、いいですね。いや、ここはかなり良いのではまだ寒いからそこまで人多くなかったですけど、暖かくなってくると結構人出があるんじゃないかな。ここ橋かと思ったらなんか行き止まりになってて、なんか見渡せました。で、なんか小さいヨットみたいなやつで何らかの競技をやってたのかな、これ練習。こう風で船を動かしながら、なんだろう、サッカーみたいなことやってたのかな。詳しく見らんなかったんですけど、すぐ終わっちゃったし。はい、いいですね。スカイツリーがちょっと遠くに見えますと。はあ、朝緑、澄みたる空に飛ぶ鳩の白き翼を。あ終わってしまった。はい、なんかヘリコプターが着陸してました、あそこに。あれが何なのか分かってませんけど、何でしょうね。あの赤いヘリコプターっていうのは消防とかですか。はい、でこれが東京ゲートブリッジの上に上がってきたところです。いや、この歩道があるんですよ、ちゃんと。だから歩けるんですよ、東京ゲートブリッジの上は。で、なんかあのレインボーブリッジよりも柵が低いから遠くを見やすくてなかなか良かったですね。結構景色いいですよ。はい、いや、ほんとかなり見渡せる。周りに何もないので水平線がバッチリ見えるし、相当遠くまで見渡せていい橋ですね、これはね。うん、はい、これがこの骨の部分ですか。いいですよね。あんまり他に歩いてる人いませんでしたね。まあ、こうやってなんか途中でこの景色のこの部分はこれですっていう案内がついてたりとかして、まあ、観光客が渡ることがね想定されてる。で、ここにゲートブリッジの概要っていうのが貼ってあったんで読んだんですけど、ゲートブリッジがこの構造になってる理由とかが書いてあって、なかなか面白かったですね。あの近くに羽田空港があるので、あんまり高さを高くできないっていう制約がありつつ、で東京港もあるので下はちゃんとくぐれなきゃいけないっていう、そうなると現在のなんつったっけ、これトラス構造、この特徴的な構造ありますけど、この構造が適していたのでこの構造にしましたっていう、なんかそういうちゃんとねこの形になっている理由が書いてあったので良かったです。で、これがなんかあれなんですよね、あれですよなんだよこの端っこ向こう側、厨房っていうところなんですけど、現在この厨房では降りられませんと。東京ゲートブリッジ関係者以外立ち入り禁止になってますと。はい、実はなんかまだ作ってる最中なんですね、ここ。だからなんかオリンピックの時とかかな、オリンピックで使われたっぽいんで、多分オリンピックの時には降りられたんでしょう。だからイベントがないと今降りられないんですね。で、この厨房っていうところになんか海の森公園っていう公園をどうやら作ってるらしくて、それが完成したら降りられるようになるかもしれませんね。なんか完成した頃にまた来たい気がする。うん、ここね、今まさに生まれましたっていう感じの島なのですごいいいですよね。なんだっけな、地図見てたら令和島って書いてあったあ、今日のスロー&クイックです令和島ってよくないですかね。昭和島とかねあるけど、平成島ってありますか昭和島ぐらいしか聞いたことない。明治島とかね、大正島ってあんま聞かないですもんね。
そういう意味で令和島はいいですね。令和島完成したら行きたい。はい、いやこれかなり良くて、海がかなりうねっている様子がよくわかりますよね。これさっき言ってたあの釣りスポットですね。釣りスポット、このゲートブリッジに並行してなんかその釣り用の、まあ、釣り用ってわけじゃないんでしょうけど、堤防がずろーって伸びてて、そこで釣りができるんですよ。ここでこうかなりの長さあるから、結構先まで行くと海のなんか真ん中にいますっていう感じがしていいですよ。そしてこの東京ゲートブリッジを真下から煽れるっていうこの位置取りここはいいですよ。このアングルからね、なかなか見らんない、うん、この間ね帰りにあのオーシャン東急フェリーで下をくぐった時は真夜中でしたからね。はい、昼間に東京ゲートブリッジを下から降りたければ、はい、ここに来るといいですね。いやーこの海のうねりがたまらんというかいいですね。あの船橋の三番瀬公園ですか、あそこを思い出しますねちょっとねまあなんならあそことそんなに遠くはないですもんね。はい、いやーいいよここは。なんかねうちの長女が結構釣りに興味があるみたいだから、いつかねここに釣りに来てもいいかもしれないですね。あの釣り竿とかもお任せセットみたいなやつ、でもレンタル結構高かったんですよね。2000円ぐらいしたけど、まあでもお試しならねレンタルで済ませて気に入ったら買うっていうのがいい流れだとは思うんで、うん、はい、そんな感じでした。とどうでしたかいかがでしたかいかがでしたかあ、ポップ忘れてたこれをなんだろうな、ちゃんといかがでしたかじゃねえんだよ、ポップだろそう思う、忘れてたな。ちょっとメモに書くか、次から。プッシュポップはあ、いや結構良かったですね。なんで今まで行かなかったんだろうっていうぐらい、はあ、まあ行き方は環七をずっとバーって行って端っこまで行くと葛西臨海公園のとこに行くので、右折してで橋を1個渡ったらすぐ左折するだけ、超簡単さもなくば公共交通機関で行く場合は新木場駅まで電車で行って、新木場駅から駅からバスですね、はい、でいいと思います。はあ、ふい、今回はあの家を出てから環七を走ってるところスタートで、で若洲海浜公園についてぐるっと回って、ゲートブリッジを往復して、でバイクで帰ってきて環七で足立区にこう帰ってくるところまでの全てを360度カメラのタイムラプスで撮ったやつをあの限定公開でアップしてあるので概要欄に貼っときましたまあなんか全ての工程があのタイムラプスで見られるので、はい、なんか散歩した気持ちにだけなりたい人は、はい、見てみると面白いかも。アングルが変えられるから、あの東京ゲートブリッジ渡ってるところとかでなんか一時停止してアングルを変えたりするとわー景色がいいみたいな感じで楽しめると思うんで、まあわしがそのうち振り返る時用にアップしたやつをお裾分けっていう感じではあるんですけど、はあね
いや、良かったですよ。はい、よし、じゃあ今日もやっていきますか。月曜日から頑張っていきましょう。バイバイ。